になってます。輪になってるんですよ。全部。あ、そうだ。はい。すごいな。奇跡だ、奇跡。ね。ね。ね。なんか我々のこうまさにこう浴びてるみたいですね。うわすごいすごいよこの最後に。最後のどういう感覚ですか。え、あやどりって記載の際。すごいですねこれは。こんな生まれたら僕も初めてここまで記載の。太陽のほらさ、両側に見えるんですか。両側、太陽を運んでこう輪っかになってるじゃないですか。大きなリングですよこれ、うん、めちゃくちゃすごいこれ。あ、すごい取れました。すごいですよ、取れました取れました。あ、後でぜひください。こんな彩雲すごいですよ。いや、生まれて初めて見ました、こんなすごい、うん、この前はあの2カ所の彩雲見たんですよ。これは円ですもんね、リングですから、ね、リング、いやなんか我々の旅が、ね、まさにこう意味ある旅なんです ね、 ね、 ね、うん、まあ、パーフェクトだということを天がこう示してくれたんではないでしょうか、ね。太陽すごいな、嬉しくなってきたね。まあ、矢崎さんはそういうのにこう出会うのがすごく多いでしょう。多い、すごい、ね、多いでしょう。わかります。めちゃくちゃ面白い。ビルの来た時は全部ぐるりと回ってたんですよ。写真撮りきれない。 あの動画撮りました。あ、そう、あ、 なんか上から見られてる感じで、上見たら龍の顔があって、で、そこをぐるっと巻いて全部だった。すごい。だ本当になんかあなたがこう愛されてますもんね。タイミングが嬉しいな。ねえ、嬉しいです。いや、なんか言葉になりますね。すごい。おー、すごい。皆さん、あとで。